はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回は2問ですね、回転体の問題やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、回転体今まで何回か出てきましたけど、今回は辺 AD なんで、ここですね、右側のこの部分が軸になってくるくる回しますと。で、今まで回してしまえば、そのもう三角錐じゃない、嘘、円錐とか円柱とかができるんで、じゃあそれの体積求めていこうとか表面積求めようっていう問題だったんですけど、それの複雑バージョンです、こっちは。両方ともね。ただ、複雑にはなってるんですけど、パズルみたいにちょっと分割するの。これをどっかで切ったりしてね。で、それぞれそのパーツを一個ずつ出すことができれば、それも普通に解くことができるので、あんまり難しいんだって意識を持たずにぜひ聞いてください。めんどくさいけどね、ちょっとね。で、まずこいつなんですけど、まあ、AD で回すでしょ。で、何ができるかっていうと、これね、なかなかちょっと厳しいんですけど、まず上の部分が、ここでね、今回切って考えます。この部分で。で、上の部分をぐるぐる回すと、半球ができるんだよね。球の半分が。で、下の部分をぐるぐる回すと、ちょっと反対になってるけど、円錐ができます。だから、状態としては、こんな感じ。なんか31のコーンにシングル買いましたよ、みたいな感じだね。アイスみたいな感じの形になりますけど、まあ、こうなると。だから、今言ったように、半球と円錐なんだよね。それをそれぞれ体積出して足しちゃおうぜ。表面積それぞれ出して足しちゃおうぜって。そうやって分割して解けば OK です。だから、今まで勉強してきた半球とか円錐の体積を求められれば、もうそんなに難しくない。何度も言うけどめんどくさいだけで。っていう感じ。ただ、表面積の方はちょっと気をつけてください、解くとき。まあ、その辺も説明していきますね。で、まず体積です。じゃあ上から行きましょう。半球。で、球の半分なんで、で、ちょっとしつこいけど、球はね、忘れやすいんで書いておきましょう。球の体積は、使うのが3分の4ね。3分の 4πr3 乗。表面積は 4πr2 乗です。で、まあ、体積欲しいんで、半径、R 半径ね。半径3です、今。3だから、3分の 4π かける3の3乗。つまり、3かける3かける3だから27。で、これだと、まん丸の9になってしまうので、半球ね。つまり、まん丸の半分にしたいから、かける2分の1を、くっつけてください。で、足す。ちょっと色変えていこうか、ここ。今これ半球上ね。まあ、塗んなくていいか、上の部分。で、下行きます、今度。こっちね。こっちは塗っとくか、じゃあ。ここな。下の円錐です。で、円錐は、ほにゃらら錐なんで、底面積かける高さかける3分の1。で、底面積は、今、ここね。この円が底面積なんで、半径は同じく3です。だから円は半径かける半径かける π だから、3かける3かける π。つまり、底面積 9π かける高さはここ。つまり4ね。4かける錐。円錐で尖ってるから3分の1をかけなきゃダメだよっていう。で、これを計算して、ここは、9で、こうなるから2か。で、こっちが 18π。ちょっとこっちは全部赤で書いちゃいますね。18π で、ここも約分すると 12π か。つまり18たす12なんで、30π。で、単位つけるなら、体積だから立方センチメートルと。これで終了となります。もうしつこいですけど、分けて考える。上と下をね。で、表面積いきましょう。で、こっちをさっき気をつけるって話をしたんですが、基本的にやることは同じです。まず、表面積、見えてるところの面積なので、まず上の半球から考えます。で、
半球、まあ上の部分ね、このカーブのヘルメットの上の部分、まあアイスか今、アイスの上の部分は表面積、これで求められるので、4πr2 乗、r3 だからさ、3の2乗で9。ただし、半球ね、しつこいけど半分だから、2分の1をかけてください。で、足す。で、下の表面積を考えるんですけど、さっきね、半球の部分もそうなんだけど、もし、問題でね、こうやって、この半球の表面積求めなさいって言ったら、今出したこいつだけだと罰なんだよね。なんでかっていうと、この下の部分、ここも見えてるから、ここの面積も足さないとダメなの。この、ここは上の、アイスの上の部分だからね、このカーブの。だけど、今、このアイスクリームのパーツと下のコーンのパーツ、くっついてるんで、この部分見えないんだよね。外から。くっついちゃってるから。だから、この円の部分の面積を入れちゃダメなの。見えてないから。そこを気をつける。つまり、下の円錐の表面積出したいんですけど、いつもだったらここを、面積足さなきゃいけないんだけど、今回見えてないんで、これも足さなくていい。で、下の見えてるコーンの部分だけですね。そこだけ求めましょうと。で、円錐は楽ができるんだよね。円錐は母線、あと表面積。このね、外の部分か、側面積に関しては、母線かける。書いとこう。側面積は、母線かける半径かける π っていうのが使えます。母線ってのは斜めのこの部分だから5です。5をかける半径はここの半径ね。3かける π。これで側面積の部分出すことができます。だからこれを使うと。で、あとはそれぞれ計算すればいいので、こっち約分すると 18π か。で、こっちが 15π なので、足して 33π。で、面積だからね。平方センチメートル。これで終了となります。まあ、こんな感じです。基本的には分けて考えて、で、表面積の時はいつもね、計算入れるんだけど、見えてないところは入れないんだよねって。とにかく見えてるとこだけを入れよう、表面積はっていう意識でやってみてください。でもって、次だね。これ、台形ですね、を回したいんですけど、うん。お、ちょっとね。うん。頑張ろう。上の部分は、円錐になってて、下の部分が、ちょっと広がっちゃったけど、円柱になる。まあ、こんな感じになります。だから、どこで切るって言われたら、まあ、赤で出した。ここにね、真横の線を引いて、上の、直角三角形と下、まあ、正方形になってるのか、の部分に分けて考えます。だから図で言うと、上の円錐と下の円柱に分けて考えればいい。で、それさえ気づけば、あとはもうそれぞれ出していこうぜっていう問題。では行きましょう。体積ね。じゃあまず上から行きますかね。じゃあ上の部分で、で今回これぐるぐる回してるんですけど、ここが4だから当然ここも4になります。だからこれをぐるぐる回してるから、ここの半径、ここ4ね。だから底面積は半径かける半径かける π 円ね、 16π になるので、底面積かけるここの高さっていうのはここですよね。で今全体7でここ4です。つまり、ここも4だから残るのは3だよね。全体7で下が4だから、7-4 で上が3になると。つまり高さは3。で、円錐、尖ってるから忘れずに3分の1をかけましょうと。足す。これが上の体積ね。で、下の体積も同じ。底面積も同じだからね。16π。かける高さはこの部分。で、この部分はここですよね。まあ、こっちでもいいけど。だから4なんで4。で、下は円柱だからね。柱だからかける3分の1をしなくて OK。で、それぞれ計算しましょう。こっち青でいくか。で、ここ約分で消えるから、左側 16π プラス、右側が 64π か。で、16足す64すると 80π、立
方センチメートルと。これで体積終了です。ちょっと青赤があれだね。チカチカするけどごめんね。なんか見にくくなっちゃったけど。では行きましょう。ではさっきと同じです。見えてる部分だけ考えていきます。で、まず上を考えるんですけど、上はさっきと同じだね。底面積の部分はくっついちゃってて見えないので、円錐の側面積、横のね、横の部分だけを出したいと。で、側面積に関してはこれが使えるから、円錐は。だから、母線かける半径かける π、母線はこの斜めの部分なんで5です。で、半径は下の半径だから4。つまり、母線かける半径かける π。これで上の部分の側面積。ここがね、見えてる部分が出せましたと。で、あと下ですね。下に関しては、まずここの円柱の横の部分が欲しい。で、横の出し方は、円柱って、展開図を書くと、長方形の下と上に円がくっついてるんですよね。で、今横の部分っていうのはここの面積を出したいと。で、まあ、長方形なんで、縦かける横で求めることができるんですけど、縦に関してはもちろんここと同じだから、4なのね、ここね、4。で、横が、ここの円周とここの長さが同じなの。なぜなら、組み立てた時にくっつくとこだから。だから、ここの円周を求めればいいと。で、ここの円周いくつかっていうと、半径4。円周の公式は直径かける π だから。半径4ってことは直径は8。つまり、8×π なんで、ここは 8π になります。つまり、縦かける横は 4×8π なので、32π。これが横の部分。ちょ、計算結果で書いちゃうね。32π です。で、ちょっと気をつけるのが、今、上の部分、円錐のこの斜めのね、側面積出しましたと。円柱の横も出しました。他に見えてるとこないかなって考えたときに、ここ見えてるからね。そこの部分は今隠れてないから、見えてるので、ここの面積もちゃんと足します。表面積だから。で、下はね、まあ、円の面積だから、半径かける半径かける π で、16π。で、この3つを足しましょうと。で、これはいいかね。ここ 20π だから、20たす32たす16して、間違うとやだね。48だから、68か。68π、平方センチメートルと。これで終了となります。間違った俺。間違ってないよね。オッケー。不安なしだ。大丈夫だよね。はい。なので、まあ、両方の問題にしてもですね、基本的にはまず切って考える。一気にね、この回したものを求めるんじゃなくて、切って上と下。大体が上と下であるからさ。のパーツに分けてそれぞれ考えましょうと。で、表面積出てきたときは、隠れてる部分を足さないように。まあ、逆に言うと、見えてる部分だけ足しましょうっていう意識でやっていけば解くことができますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。空間図形は1年生の勉強の中でも結構難しい方に入ると思うので、それで少しね、多く撮ったんですが、まあ、動画見ていただいて、テストの得点がね、1点でも上がることを願っております。はい、ということでじゃあ、またね、他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。